タリーズコーヒーはアメリカワシントン州シアトルを本拠とするコーヒーのチェーン店。一時期はシアトル三大カフェチェーンに数えられていたが2013年に倒産し売却され2018年に店舗は閉鎖。現在は市販コーヒーのブランド名としての見名前が残っている。アメリカ国外ではブランドライセンス供与の形で日本と韓国に出店。日本タリーズは ベータリーズとは独立したライセンスとなっているため、現在も店舗営業を継続している。1992年にシアトルで不動産会社を営むトムタリー・オキーフが開業。スターバックス、シアトルズベストコーヒーと比べ後発ではあるが、シアトル三大カフェチェーンとされ、日本ではシアトル系古参加とも呼ばれた。 当初からスターバックスと同じことをしようという名目の元でオープンしたコーヒーショップであり、対立するスターバックスに隣接して店舗を開く拡大戦略をとっていたことでよく知られる。当初はシアトルの本社施設もスターバックス本社と向かい合わせに存在した。シアトルではタリーズコーヒーを探す最も簡単な方法はスターバックスの前に立ち、 あたりを見回すことだというジョークがよく言われる。そうした攻めの姿勢により、業績を拡大し、アメリカ西海岸を中心に約200店舗を構え、2006年に初の純益を計上した。同様に、ライバル関係であったシアトルズベストコーヒーが2003年にスターバックス参加に入ったことで、全米第2位の売り上げを誇るチェーンとなった。 しかし2007年の株式市場の暴落により、新規株式公開の計画が打ち切られ、2009年に、コーヒー豆卸売流通事業、ブランド、焙煎事業を、グリーンマウンテンコーヒーロースターズに売却することで一時的な利益を得るも、2012年10月に、連邦倒産法第11章を申請し、事実上の倒産。2013年1月4日の競売の結果、 弁護士、マイケル・アベナティが設立した投資グループ、グロブル・バスタスとパートナーシップを結んだ、米俳優のパトリック・デンプシーが47店舗を920万ドルで落札した。デンプシーは、アメリカのドラマ、グレーズ・アナトミーのデレク・シェパード医師役で知られており、同ドラマの舞台であるシアトルを第二の故郷のように思っているため、タリーズ・コーヒーの名前と従業員を守るために、 入札したという。だが、その直後に、アベナッティが十分な資金を提供していなかったという理由で、デンプシーは撤退、アベナッティに対して訴訟を起こした。その後、タリーズ店舗は12店舗が過労時停業していたが、2018年3月にコーヒー不足を理由として一時的な店舗閉鎖を発表、同年9月に正式に閉鎖された。現在は、 キューリグの販売するコーヒーのブランド名として名前が残っている。なお、日本におけるタリーズコーヒーは、タリーズコーヒージャパンが2005年にライセンス権をアメリカ法人から買い取り、以後アメリカ法人とは独立していたため、アメリカ法人倒産の影響を受けなかった。伊藤園、タリーズコーヒー、酒井筋、本庁店河原町六角店。 京都三条通り店日本における営業は、伊藤園の子会社、タリーズコーヒージャパンが行っている。創業社長の松田光太が、シアトルのローカルコーヒー店のタリーズと出会い、日本での営業権を交渉した。1997年1月にタリーズコーヒーの日本での1年間の独占契約権を得て、8月7日に東京都中央区銀座にタリーズコーヒー1号店を開業した。 1998年5月にタリーズコーヒージャパン株式会社を設立し代表取締役社長に就任2001年にナスダックジャパンに株式を上場し2002年に持ち株会社体制に移行しフード X グローブ株式会社に称号を変更した上で会社分割でタリーズコーヒージャパン株式会社を新設2004年にフード X グローブを んぼにより非常上化。2005年8月にタリー S コーヒーコーポレーションから日本におけるタリー S 商標権を完全取得。2006年に320店舗を達成し、日本におけるスペシャルティコーヒーチェーン2位に成長。フード X グローブ株式会社を伊藤園に譲渡。2008年にフード X グローブ株式会社と子会社である。 タリーズコーヒージャパン株式会社が合併、称号を元に戻し現在のタリーズコーヒージャパン株式会社となる。日本で女性を主要顧客とするスターバックスより、コーヒーの味覚にこだわりが強い25歳以上の客層を想定し、内装はクレマと称するエスプレッソ表面の泡のような色に壁面を統一してカントリー風の椅子を組み合わせるなどの工夫をしている。 知名度向上のため創業直後の1997年11月にインパクトのある緑色のストローを導入したところ直後にスターバックスも同じ色のストローを採用するなどイメージ戦略で両社は競合しているタリーズもスターバックスの20円と同様にタンブラーやマグを持参すると30円値引きしているタリーズが販売するタンブラーやマグ以外を用いても 同様のサービスが受けられる。使用するコーヒー豆は高品質のアラビカ種のみで、一杯一杯、手動マシンを使用して、スペシャルティにこだわるアイスクリーム、食事メニュー、期間限定メニューなどの豊富さを特徴とする。社会貢献のために2003年から絵本作品を毎年募集し、優秀な作品を本にして、店舗内で販売している。 全店が完全禁煙性のスターバックスと異なり、喫煙席を備える店舗がある。喫煙席は、喫茶店で喫煙する、日本的な文化を尊重し、コーヒーの香りや居心地に影響しないように、完全分煙され、喫煙者用に、ガラスで仕切られた小部屋が用意されている。日本のほとんどの店舗で、公衆無線 LAN サービスのアクセスポイントを設置し、NTT ドコモのドコモ iFi、Fi NTT 東日本、NTT 西日本のフレッツスポット、および NTT コミュニケーションズのホットスポットが利用、可能である。2013年4月より、プリペイドカード、タリーズカードによる支払いが可能になった。2006年4月3日に、アザブ10番店を開店して、日本国内で300店舗となり、最後の進出券である、鳥取県も2014年4月30日に、 全国で555店舗目となる鳥取大学医学部附属病院店を外来ホールに開店し全都道府県に出店した。店舗数は2011年に410店だったのが2016年に638店に至るまで年40から50店舗ベースで増加。以降は年20から30店舗ベースで増加を続け2020年に747店となっている。 コーヒーチェーン業界の先駆けとして取り組んだ病院内店舗は2004年4月に個人会、東大病院店がオープンし、現在も積極的に出店している。自動車ショールームや旅行会社、証券会社など異業種店舗にシナジー店舗と称する共同店舗のほか企業内など、特別な環境にも積極的に出店し、航空会社のスターフライヤーと提携して、 機内サービスのコーヒーを提供している。2017年10月に紅茶メニューを拡充したコンセプトショップタリーズコーヒーティーの1号店を横浜元町に2号店を2018年5月に六本木に出店した慶応ヒヨ店。ありがとうございます。